でもかそるだけだし、あ、風船20個どうも。ミニストップのアップルマンゴーパフェ、いや太っちゃうじゃん、だってせっかくダイエットしてるのに。食いたいけどさ太っちゃうから。あ、皆さんふわっちアカウントフォロー、ツイッターアカウントフォローお願いしますね、よろしければ、うん、今思ったでしょ、こんなゴミクズ誰がフォローするかって思ったでしょね、思ったでしょね、こんなゴミで見たいなやつ誰が好き好んでフォローしてやるかって思ったでしょね、思ったでしょ、今思った人挙手思った人1 思ってない人2 まあのでもへでもいい、思った人はの、思わなかった人へ、思ったでしょ、こんなクソみたいなやつ誰がフォローするかって思ったでしょね。あーちゃーちゃー、マジっすか、あークソみたいな放送にスターマインが飛んだー、ちょーねえ今どんな気持ちいいね、今さこんなやつ誰がフォローするかって思ったやつね、フォローは無料なんだよ、フォローは無料なんだぞお前ら、フォローは無料、無料のフォローすらしたくないって言ったやつ、スターマインこれ1個2500円くらいする、交換下につやつ、俺2000くらいくるやつ、5000円分くらい飛んだ投げる方で言った、どんな気持ちいい、あー遠くるな、お前がお前がお前がアラブの石油を皆さんビルゲイツに相当役です、あー DJ の解読様、お前がお前がお前がアラブの石油を皆さんビルゲイツに相当、あーうわーマジっすか、ちょこれ誰だこれ、マジっすかー、あーラスマジっすか、うわースターマイン10個来た、おーえらいこっちマジか、もうやったー、やったぞー、あー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 、お前アイテム投げるなって言ってないまだ、アイテム3万分ぐらい飛んだぞ今、どんな気持ちだよ言ってみろ、お前がアイテム投げるなって言ったけどアイテム今3万分ぐらい飛んだ、お前どんな気持ちだ言ってみろお前なあ、関係ねえよ、今3万分アイテム飛んだぞ俺に、どんな気持ちだ言ってみろ、関係ねえよお前、なんか俺は関係ねえからお前とは、悪いけどあんたとはもう口も汚くないから、俺はこう絶好だから、関係ねえよ、やったやったやった、あー遠くのだ、遠くの来たー、おいがおいがおいが、あーどうぞ次は海のザンビリガイス外です、そうだろさー、やったー、ほーほーパン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 ほーパン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 ほー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 、やったー、こうじきできたー、うわー俺だって不安なんじゃ、毎日毎日、ああ投げ銭だっていつ終わるかわかんない、いつ投げてくれなくなるかわかんない、不安なんじゃ俺だって、ネットミス、ネットホストみたいな人たちはさ、ネットホストとかネットキャバクラみたいな人たちはさね、毎回毎回爆投げできるさ、何人か2、3人ぐらいか多分ついてさ、で好きって気持ちだけでさ、好きってよ、恋っていう気持ちだけでもう投げる気持ちがあって、ずっとそれだけでさ、別に家でクソみたいな声喋ってるだけの愛人でもずっと投げ続けられる要素があるから、だから安定して稼げるやついるけど、俺は違うんじゃ、俺は恥をさらしてアイテム投げられないようなクズみたいなものも全部さらして、だからいつ投げられなくなるかわかんないじゃん、毎日不安なんじゃ俺は、今日は稼げても明日稼げないかもって毎日思ってるじゃん、寝る前に毎日思うじゃん、あーあー谷口尾さんから、お前がお前がお前がアラブの星、今日皆さんビルゲイツ外は苦しそうだ、アルサーアルサーやったー、パパラパパ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 パ、やったやったやった、アイテム飛んだ、あー
ラムの説教、皆さんビルゲイツソートバックソートやったー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 ゲットマネーゲットマネーゲットマネーやったー、今日稼げたお金恥さらしてお金稼いだよ、今日も今日も恥さらしてお金稼いだよ。一つ言うとやる、一つ言うとくぞお前らに、お前らに一つ言っといてやるわな。俺はね、仮にアイテムが飛ばなくても、飛ぼうが飛びまいが、俺は死ぬまで配信やるからね。配信でお金が稼げなくなったからって配信やめるやつとは俺一緒にすんなよ。そこは一緒にすんなね。そういう意味では絶対後悔させないから、君たちを、うんね。あー、ちょー、匿名の方からスターバイを、おいがおいがおいが、アラブの石油を追い出す、ビルゲイツに相当ばっかりされちゃう、マジっすか、交換芸率きたー、ちゃーったーわーわーあー、バケさん、そこでさー、クワラさー、やったやった、俺は一生やってやるから、配信は。ね。マジでこれだけはお前らに約束するよ、本当に。俺はふわっちを金だけのためにやって、金が稼げなくなったらやめるようなゴミみたいなやつと一緒にしないでね。俺は配信が稼げようが、いくらね稼げなくなろうが、俺は死ぬまで配信やってやるよ、うん、何回もこれ言ってるけどね、散々スマホのソーシャルゲームに課金するだけしてさ、なんかサービス、ゲームがサービス終了して、あ、課金したお金なんだったのみたいな気持ちにはさせないね。俺は配信は絶対死ぬまでやるから、うん、俺がどんだけ稼げなくなっても俺は配信は一生やってやるから、だから絶対にね、そういう意味では後悔絶対させません。まあそれ以外で、まあ俺も人間だからね、わかんない。なんか、投げてくれたリスナーがさ、なんか俺のこと何か、まあ勝手に期待したんだとしてもさ、別に俺が何をやるって言わなくても、投げてくれた人がなんかいろいろ勝手にこう、ね、その人に期待してお金投げる人もいると思うんですよ。で、そういう意味で、まあ俺も人間やし、なんか裏切ることがあるかは知らんけど、でも一つだけ確かに言えること。うん。一つだけ確かに言えることは、どんなことが起こっても、どんだけ稼げなくなっても、俺は一生配信をね、死ぬまでやるから。これはもうずっと言ってるからね、うん、だから本当にね、俺ん家の住所ねググれば出てくるから、もし俺が死ぬまで配信しなかったら俺ん家にうんこ投げつけに来ていいからね、本当に。もう散々ねやられてるけど、まあもちろんね、俺が配信をやめなかったら、あ、俺が配信を途中でやめたら、うん、それは俺がもういけないんだ。でも配信やってるのにうんこ投げつけてきたら、それはもうダメ。それはもうそこはきっちりやらせてもらいますけどね、被害届も出すけど、でも俺が本当に配信をやめてね、俺ここまで言って配信を死ぬまでやるって言って、死ぬまでやんなかったら本当俺ん家にうんこ投げつけに来ていいよ、うん、そう、俺がいけないんだもん、だって俺が嘘ついたんだから。それぐらいの覚悟がある、うん、で覚悟っていうか自信があるからね、覚悟っていうより一生やるっていう配信